こんにちは。僕は名園の主のオロルンだ。野菜はいるか？野菜売りじゃないが、少し分けてあげてもいい。心配しないでくれ。何か意図があるわけじゃないし、君から何か得ようとしているわけでもない。種が育ってどんな姿になるのかが知りたくて植えたら、どんどん増えてしまってな。喜んで食べてくれる人の胃袋の中で最後を迎えられたら、野菜たちも幸せだろう。よ
じゃあ行くよ。瞬間、変な空間に引きずり込まれたんだよな。あと、でっかいイクトミ竜も見たぞ。一体何なんだ。お、どうしたんだ、旅人。あ、さっきのイクトミコ竜だ。どこかに案内しようとしてるみたいだぞ。冒険者なら絶対真相を突き止めなきゃな。
じゃあ行くよ。終わらせてあげる。お前の勇気を見せてみろ。はっ、風よ。はっ、せっ、はっ、お前の恥ずかしさ。この瞬間の喜びを覚えておこう。Thank you.
じゃあ行くよ。荷物は全部運んだよ。次は何すればいい？お疲れ。少し休んだら作業を始めるぞ。二人は北側の家屋を修理してくれ。あんたたちは西側の道路を頼む。来る途中踏むと板がギーギー鳴ってた。道全体を補強する必要がありそうだ。了解。ならまずは箱を持ってこう。手を貸そうか？結構重いだろう。まあ待て、心配無用だ。この筋肉は飾りじゃないからな。見ろ、この完璧なライン。これ式の荷物、片手で持ち上げられるさ。ならいいけど、明日全身筋肉痛になって荷車の中で泣きながらうめく姿を見せないでくれよ。よく見てろ、目ん玉飛び出させてやっからよ。どっこいしょっと。かっくっ腰が。初心者は痛い思いをしながら成長してくもんだ。そいつを休ませてやってくれ。あと薬も塗ってやるんだ。怪我を増やさないためにも数日は安静にしておけ。次から無理は禁物だぞ。しっかり治してからまた手伝いに来てくれ。面目ない。まだトレーニングが取れなかったか。労働と運動は別物だ。そのうち違いが分かるさ。他に手が空いてるやつはいるか？ムトタ族長のところに支援に行く。イアンさん、旅人にパイモン？あんたたちも来たんだな。ここで会えるなんてオイラたちもびっくりだぞ。カヤクの集いで何してるんだ？ああ、北条の国の被害は大したことなかったから、復旧作業もあらかた片付いてな。ただ、カヤクの集いはひどい状況だって聞いて、手伝いに来たんだ。それと来る途中、ちょうどうちの部族のキャラバンにあったから連れてきた。こいつらは、私の教え子でもあるんだ。へへ、よく覚えてたな。もしかしてスポーツに興味あるのか？スペシャルトレーニングプランを組んでやってもいいぞ。あんたの体は鍛え抜かれてる。格闘技もエクストリームスポーツも完璧にこなせるだろうな。でもパイモンの方はまた太ったか？そんなことないぞ。今日はブレイズミートシチューにアカラジェ、セビチェ、カサしか食べてないし、いつもよりずっと控えめだ。なんだ、ちょっと危機感を持った方が良さそうだな。今度スペシャルビターグリーンスムージーを作ってやるよ。グリーンスムージー？それって旅人の大好物だったよな。すっごく惜しいけどお前に譲ってやるぜ。その話は置いといて、
私たちが火翼の集いに着いた時、族長に頼み事があるって言われたんだ。人手を集めてきてほしいともな。これから時間あるか？見ての通り、さっきのアクシデントで手が足りないんだ。じゃあ、オイラたちも一緒に行くぞ。もともと手伝いに来たわけだしな。助かる。じゃ、早速向かおう。じゃあ行くよ。族長、来たぞ。おお、イアンサ、そちらは旅人とパイモンだね。噂は金々、君たちも来てくれて少し安心したよ。早速本題に入ろう。後ろにいるのは火翼の集いの戦士たちだよな。みんな一体寒い。デュアルテ、どこにいるんだ？どんどん沈んでいく。それにこの辺りを何かが泳いでるみたいだ。どういうことだ？横になってるのに、なんか溺れてるみたいだな。アビス、アビスが来るわ。この目は手のひらに、手は胃の中に、胃の中には無数の歯が生えている。あなたたちを食べ尽くしたら次は私の番。何言ってんだよ、アビスなんて来てないぞ。そいつらいつ入ってきたんだ？はあ、見ての通りみんなひどく精神をやられている。あの対戦の後、彼らは行方不明になっていたんだ。先日やっと見つけたと思ったら、どうもおかしな状態になっていてな。彼らを見つけた時、アビスの気流に侵食された地に倒れていた。そのそばには犠牲になった戦友もな。相当ひどい目に遭ったんだろう。以前名園の主の族長から聞いた話によれば、強いアビスの力に突然触れると体だけでなく精神にも異常をきたすそうだ。グーシートースがあまりに強大だったこともあり、過去に例を見ないほどの規模で異常を引き起こしたのかもしれん。グーシートース、なんだそれ？少し前まで空にとどまっていたあのアビスの魔物のことだ。アビスの不滅種、グーシートース、古くからそう呼ばれている。あの黒くてでっかい球体のことか？オイラたちが撃退したやつだろ？ああ、あれによる脅威はなくなったが、戦士たちに残された傷はまだ癒えていない。ここ数日文献を一通り調べたが、これといった解決策は見つからなくてね。数百年前には特効薬を作れる人もいたらしいが、その作り方は失われてしまっている。あ、そういえばお前はアビスを浄化できたよな。こいつらを助けてやれるかもしれないぞ。
いや、ありがとう。どうやらアビスの力を完全に取り除いても精神的なダメージはそう簡単に言えないようだ。じゃあどうすればいい？この先ずっと治らないのか？姉ちゃん、しっかりしてよ。僕を一人にしないで。どうにかならないのか？グーシートースに勝って戦士たちも生きてるっていうのに、狂ってく姿をただ見てるしかないなんて。もちろんこのまま見てるつもりはないぞ。何か方法が？一つずつ解決してこう。まず戦士たちをここから出してやるんだ。こんなところに詰め込まれてたらどんどん空気が重くなってくだけだろ。こいつらにとって居心地のいい場所に行ってもらう。そしたら私と旅人パイモンで話してみる。でも本当に大丈夫だろうか。不安があるのもわかる。でも現状他にいい案もないだろう。うまくいくかいかないかはやってみないとわからないぞ。ほら、ぼーっとしてないで道を開けて、こいつらを自由にしてやるんだ。付き添いは必要だけど、あんまり近づかないこと。行き先さえ分かれば十分だ。じゃあ、私たちもそろそろ出発するぞ。さっき言った通り、あいつらと一対一で話してみるんだ。あんま楽観視できる状況じゃないけど、きっと治る。これまでだって何度も困難を乗り越えてきたんだし、今回もなんとかなるさ。よし、行こうぜ。さてと、さっき寒いって言ってた人がいただろ。覚えてるか？地面の上で溺れるなんて普通はないことだし、まずはそいつに会ってみよう。よっ。あ、いたいた。私の声は聞こえるか？暗い、寒い、帰りたい。わかった、すぐ連れて帰るから少し待ってろ。北条の国から持ってきた支援物資の中に薪があったはず。火を起こしたら何か変わるかもしれない。ん？なんでだ？暗くて濡れてて寒い時は火を囲むのが一番だろ。体が温まればこいつの見てる世界にも変化が起きるかもしれない。薪を取ってくるからここでちょっと待っててくれ。光？あれ、水の中になんで光が？あ、本当に反応があったぞ。誰かいるのか、助けてくれ。いや、近づくな。ここは水が深い、来るのは無理だ。心配すんな、流線の衆の友達を連れてきてる。こいつらの泳ぎはあんたもよく知ってるだろ。大丈夫、すぐ助けに行くから。俺のことは構うな、早く。デュアルテ、ダメだ、またさっきの状態に戻ったぞ。焚き火だけじゃ足りないみたいだな。さっきもデュアルテって名前を呼んでたし、何かいいヒントになるかもしれない。この辺りで話を聞いてみよう。あいつは少し良くなったか？いろいろ試してるところだ。一つ聞きたいんだけど、ドゥアルテって名前を聞いたことあるか？ドゥアルテ？ああ、知ってるよ。アトコと一緒に育った竜の名前だ。アトコは小さい頃溺れたことがあってな。
その時あいつを助けたのがドゥアルテだった。水中深くまで潜ってアトコの背中を押しながら陸地に戻ったんだ。気を失うまでな。幸い人も竜も死なずに済んだよ。そうなのか。じゃあもしその子を連れてけば。いや残念だけどあの子はもういない。4年前のアビスの襲撃で負傷した戦士を乗せて前線から撤退する途中襲われてしまったんだ。え、どういうことだ？なるほど。確かに見た目だけで言えば特に目立った特徴はあの子にない。普通のククリューと大して変わらなかった。その顔、何か思いついたみたいだな。じゃあ、行動開始だ。いろいろ教えてくれてありがとな。なんとかして、あんたの友達を助けてみせるぞ。気にしないでくれ。頼んだよ。なんでここに？助けに来てくれたのか。うまくいったな。し、次はどうする？おっと、あの時もこんな風に俺を水から押し上げてくれたよな。10年以上経ってまたお前に助けられるとは。ありがとな、見つけてくれて。ところでどうやってこんな深いところまで来たんだ？上に戻ったらちゃんと礼をしないと。昔みたいに大盛りのブレイズミートシチューを買ってきて一緒に腹いっぱい食おう。もうすぐ水面だ。集落じゃお前が死んだっていう人もいるが俺は信じちゃいない。俺が守ってやる、どんなことがあってもな。いや、俺は、お前は。まずい、疑い始めてるぞ。ドゥアルテ！いや、お前はドゥアルテじゃない。あれ、なんで俺こんなところにいるんだ？お前たちは。アトコ、イスカリ一体どうなってる？確かアビスと戦ってた時に溺れてドゥアルテにそっくりな子に助けられたはずなのに、なんで？そうか、そんなことに。迷惑をかけてすまなかった。あんたのせいじゃないさ。私が言うのも違うかもしれないけど、あんま自分を責めないでいいと思うぞ。今回のこともドゥアルテのこともな。ああ、お気遣いありがとう。じゃあゆっくり休んどけ。彼のことは頼んだぞ。どうやらみんなを元に戻す鍵は
心の奥底で大切にしてるものにあるみたいだな。彼らにとってそれは最後の種火なんだろう。今回の経験を生かせば次はもっとスムーズにいくはずだ。さあ肩の力を抜いて頑張ってこう。食べられる、食べられる。グーシートースは倒した。怖がる必要なんてない。あんたを傷つける者はもういないんだ。違う、あれは必ずまた戻ってくるわ。誰にも止められない。そうよ、アビスを止められる人なんていないの。みんな食べられてしまうんだわ。でもあれの胃袋の中で再会するのも悪くなさそうね。気のせいかな、さっきのやつよりもこっちの方が重症っぽいぞ。一応会話はできてるけど内容はめちゃくちゃだし、なんだかすごく怯えてる。怯えてる。ああそうだな、アビスとの戦いで生まれた恐怖か。それともアトコみたいに心の奥底にあった恐怖がアビスによって膨れ上がったのか。さっきと同じように彼女の過去のことをこの辺りで聞いてみよう。いやんさ、アトコが元に戻ったそうだな。さすがだよ。もし人手が必要なら何人か回せるが。ムトタ族長、ちょうどよかった。コチッタについてちょっと聞きたいことがあるんだ。なるほど、君たちの考えは一理ある。戦士たちが精神異常に陥っているのは確かに心の奥底にある焦燥や恐怖と関係しているのだろう。コチッタは自分の過去が話されることを嫌っていたが、状況が状況だ。ここは私が悪役を買って出よう。イアンさ、戦士になるために生まれてきた人がこの世にはいると思うか？いるだろうな。教え子の指導をしてる時、このスポーツをするために生まれてきた人だって感じることがたまにあるし。じゃあ生まれながらにして戦士に向いていない人はいると思うかい？どういう意味だそれ。コチッタは子供の頃アビスとの戦いで両親を亡くした。当時コチッタはまだ11か12、弟はやっと物心がつくかつかないかの年頃だった。燃え盛る火の中、両親が血の海に倒れるのを二人はその目で見たんだ。それからコチッタは訓練に励んだが、アビスの魔物と戦うことを踏み切れずにいた。兄弟二人とも極めて重いトラウマを抱え、どうしても克服できなかったんだ。あれ？でもコチッタは戦場に行ったんだよな。外で倒れてるところを見つけたって。ああ、彼女が変わったのは数年前、あの日と似たような夜アビスが部族を襲った時のことだよ。一匹の魔物が彼女の家に入ってきたんだ。他の戦士が駆けつけた時、コチッタは震える手で武器を握りしめ、丸くうずくまる弟をかばっていた。もう目の前の魔物は倒れているのに、それには見向きもせず、ただこう繰り返していたそうだ。クアリーは私の最後の家族よ、必ず守ってあげるからとね。その日から彼女はまるで別人のようにアビスと絶えず戦い、頼もしい戦士へと成長していった。トラウマを克服したとみんな喜んでいたが、今思い返せば彼女はただ心の奥底に恐怖を押し込んだだけだったのかもしれない。アビスへの恐怖に打ち勝てなければまた家族を失う苦痛を味わうことになる。そう思ったんだろう。家族を失う恐怖がアビスの恐怖を上回り、彼女を強くしたように見せた。けど子供の頃に経験したその夜のことを彼女は一度たりとも忘れてなかったんだな。そして今回ずっと抑え込んできた感情がアビスによってあらわになったと。何かいい方法はないのか？こりゃ難題だな。何かしらのきっかけがないと。
クアリー？クアリー、なんで武器なんか持ってるの？姉ちゃんを傷つけた魔物はどこ？絶対に許さない。今度こそ僕が姉ちゃんを守ってやる。落ち着くんだクアリー、魔物はもう。何があっても姉ちゃんを守るんだ。これ以上姉ちゃんが悲しむのは見たくない。だって僕の最後の家族なんだから。家族。ムトタ族長、待った。コチッタが反応したぞ。クアリーが戦場に行けばアビスに食べられちゃう。いや、絶対にダメ。すぐ止めないと。でも私には無理。アビスに勝てる人なんていないもの。お父さんとお母さんですら。私はただの臆病者よ。戦士なんかじゃない。でもクアリーを守ってあげないと。一体どうすればいいの？姉ちゃん、もう一度試す。なるほど。戦う意志は取り戻したけど、心に根付いたアビスへの恐怖が邪魔してくるってことは、もう一度自分の手でアビスの魔物を倒せば、アビスなんてそこまで強くないってことに気づくはずだ。私たちがいれば怪我をしないよう見守ってやれるし、試す価値はあると思う。けどアビスの魔物はどこに？北の山に行けばまだいるかもしれない。アビスを撃退した後、一部の魔物がそっちに逃げたんで、専門部隊を派遣して対処しているところなんだ。大半の脅威は片付いたが、きっと取り逃がした魔物もいるだろう。よし、早速行ってみよう。コチッタ、歩けそうか？もう逃げ道はないわ。たとえアビスの魔物に飲み込まれようとも、しっかり向き合うつもりよ。僕も一緒に行かせて。姉ちゃん一人で恐怖と向き合わせるなんてことさせない。わかった、しっかりついてくるんだぞ。さあ出発だ。見つけた。こいつらにしよう。大丈夫か、コチッタ。無理するなよ。安心させるためにまずは私たちで魔物をボコボコにするか。あ、いや、あんまいい方法じゃないな。近くで見守りながら必要な時だけ手を貸すか。見つけた。あの夜の魔物たちだわ。子供の頃、お父さんとお母さんは何でもできる人だと思ってた。強く